お願いします。お願いします。今のはちょっと展開はどんな感じでしたか？そうですね、まあちょっと微妙展開まあこういうそう仕方ないこういうなんかお客さんとファンの方と触れ合ったりとか、はい、イベントっていうのは、はい、あたまにありますね。なんかトークショーみたいな。トークショー、あでもそんな呼ばれないですねじゃあ今後も呼ばれていきたいかなみたいな。いや呼ばれたいですね。早く名前と顔を覚えてもらいたいですね。見てる。話は変わりまして、まあ、今節の船橋なんですけど、ここまでの仕上がりいかがですか？そうですね、あんまり良くないんですけど、まあちょっとずつは良くなってきてるんで、まあ、悪いなりにも、まあ、着もそこそこ取れてるんで、まあ、悪くはないかなという感じです。ちょっとずつ良くなってるっていうのは全体的にですか、それともなんかどこか？そうですね、全体的に良くなってる感じですね。直線とかも下がる感じもなくなってきたし、タン回りもちょっといってる、まあめちゃくちゃいってるっていうわけではないですけど、普通ぐらいにいってるんで、全体的にって感じです。スタートの見え方とかっていかがですか？そうですね、スタートの見え方はもう勘通りって感じですね。勘通り、あ、いいですね、勘通りって感じですね、はい。まあ、先ほど3着で、まあ、後半はまあ3着ぐらいあればいけるのかなみたいな。3着じゃ多分いけないかもしれないんで、まあ、自力だと2着以上かな、2着以上かなって感じですね。ちょっとまあ進入とかの動きありそうなメンバーもいますよね。そうですね、ありそうですけど、まあ、でもここは勝負がけなんで抵抗して、まあ、自分がずっちゃったら、まあ、思い切ってスタート行くだけですからね。かっけーっすね。じゃあ改めてファンの皆さん一言お願いします。後半9レースしっかりスタートいって1等狙いに行くんで応援よろしくお願いします。